ス2年前の12月6日の今日、秘密保護法をオープンの人が反対する中で採決されてしまいました。今日で2年目になります。そのことについて一言いただきます。こんにちは。今日で秘密保護法の成立から2年になります。12月1日より秘密保護法の完全施行によって、特定秘密を取り扱う職員の適正強化というものが始まりました。プライバシーの侵害とも言えるべき内容です。国民の利益や不正の摘発につながる正当な内部告発が萎縮させられることにより、ますます情報が公開されにくくなることが心配されます。中谷防衛大臣は国会答弁で、集団的自衛権の行使が必要と認定する戦闘になった事実に、これが特定秘密というものが含まれる場合もある、情報源や具体的な数値そのものは明示しないということを言いました。集団的自衛権、武力行使の発動がの根拠が国民に開示されないまま、集団的自衛権行使に踏み切る懸念というものも裏付けられたということです。そもそも内閣法制局は、集団的自衛権行使容認の閣議決定に関する内部検討の議事録を残していませんでした。自衛隊の内部文書が明らかになり、国会と国民にも示されないまま安保法案の成立を前提とした具体化が図られていたことが大きな問題になりました。集団的自衛権の行使のように、国家にとって非常に重要なことを決めるとき、一般の人に事実を提示することは不可欠です。国民の利益や不正の摘発につながる情報を公開した人に罰せられるようなことはあってはなりません。情報は国民のものです。秘密保護法は廃止を求めます。